1906年のアレッサンドロ・アンザーニ、扇型エンジンを搭載したオートバイ・アンザーニ、ミリタリーモデル扇型航空エンジン飛行機に搭載された状態のアンザーニ W-3、エンジンのレプリカ・ドゥ・ペルデュさんに搭載された、アンザーニは A 型航空エンジン6気筒星型、アンザーニエンジン 45HP 航空エンジン、アンザーニは、イタリア人、アレッサンドロ・アンザーニが設立したエンジンメーカーである。 その英国、フランス、イタリアの工場では、航空機、自動車、船舶、オートバイ用の工業所有権付きのエンジンを製作した。アンザーには、生誕地のイタリアからフランスに移り住んだ。そこで自転車レースに関与するようになった。その後オートバイに関心が移り、記録破りのための軽量エンジンを設計、製作するようになった。1907年、パリに、 小さな工房を設置し、そこで3人のスタッフを雇い、エンジンを製造を始めた。アンザーには、水中翼船を設計しそのエンジンと、推進用プロペラを製造した。アンザーには、エンリコフ・フォルラニーニにエンジンを供給した。そのエンジンは新世代の飛行機のための3、気筒空冷エンジンであった。そのエンジンのうちの初期のものには、25馬力のアンザーに、w、W-3 がある。 このエンジンはルイ・ブレリオに供給され、そのエンジンを搭載したブレリオクシーが1909年にドーバー海峡横断を成功した。エンジンの生産が拡大し、最初に設けたパリの工房では手狭のためパリ郊外のクールブボアに新しい工場を設立し移転した。またロンドンにも工場を設立し、1904年にはイタリアのモンツァにも設立した。 1920年、アンザーニは自動車レースに転向し小型自動車を製造した。その自動車には自分の工場で製造した排気量 750cc の空冷にサイクルエンジンを搭載した。この自動車はいくつかの競技で優勝した。アンザーニらは1923年から1924年にかけて 1098cc のサイクルカーも製造した。 アンザーニの1927年の誕生日にパリ郊外とロンドンの工場を売却することを決めた。モンツァの工場だけは干渉的な理由で売却せず、ナターレバ・バッカンティにより管理された。英国ではブリティッシュ・アンザーニはエンジン製造をコベントリー・オーディナンス・ワークス社に愛中した。1920年代にはブリティッシュ・バルパインエンジンカンパニーとして再上場され、 その後再びブリティッシュアンザーにエンジニアリングカンパニーとなり、小型エンジンと車やオートバイのエンジンに集中した。AC カーズに 1496cc サイドバルブ4気筒エンジンを、フレーザーナッシュには 1496cc のオフエンジンを、モーガンには V 型2気筒エンジンを、スクワイアには R1DOHC エンジンを供給した。バークレー・カーズは いくつかのモデルに小型のアンザーニオートバイエンジンを使用した。最も知られた製品はオートバイやシワカり機や船外機に搭載されるようになった。コットンとグリーブスのオートバイはアンザーニのエンジンを使った。その後、会社は多角化した。第二次大戦後のある年、アイアンホースという人間が歩行しながら操作する二輪のエンジン付きプラウを発売し、主要な商品となった。 並行して四輪トラクターも製造された。このトラクターは全部に座席があり、座乗して運転を行う。会社名はブリティッシュ・アンザーニグループとなった。1980年に生産に入るまでその名前で営業していた。ブリティッシュ・アンザーニの商標は2003年に再登録された。2006年にアンザーニ株式会社となった。会社はローンセストンの ドルフィンエンジンを通じ、ヴィンテージ機のスペア部品を供給している。ボゾランドにより設計された製品により、自動車、船舶など、輸送機械工業へのカムバックを計画している。